英専高校放送研究会ミニラジオ。皆さんこんにちは、拝島より役梅原雄一郎です。由良匠役島崎信長です。このラジオは毎週木曜24時より好評放送中のテレビアニメオーパスカラーズを盛り上げるべく、僕たちが作品の魅力をお届けするというラジオ放送です。今日はパスカラ一等一問の、中の、気になる質問をご紹介したいと思います。あれなんか僕変なこと言いましたね、また、ね、一問一問みたいな。でも意味的には別に一問一答ですねもうなんかだんだんもうダメになってきましたね、うん、今日。ちなみにこれ真っ昼間だけど、僕ら夜撮ってるんですよそうなんですよね。これがね一日の最後の仕事でもうね僕らどっちもねちょっとねちょっとボロボロですね今日夢に心地だったすいません。今日はパスカラ一問一答の中の気になる質問をご紹介したいと思います。いおりと匠の休みの過ごし方についてです、はい。まず僕が演じるいおりはアトリエにこもるかバイクに乗る。あ、かっこいいよね。バイク乗るんだ。確かに乗りそうな。かっこいいけど、心配。確かに危ないですよね、うん、かっこいいけどやっぱ大型とか乗るんですかね。乗りそうじゃない。すごいのも乗ってそうだよね。これだって乗りたいって言ったらいくらでも匠は用意しますからね。タンデム。そうタンデムするために。そう、あとサーキットまで多分用意する。あ、そっちか。そう、いやまだなんか安全性を考えて。そうそう、もう安全が全部された環境の中で、いやどんな完璧な機体も用意するんで、ただちょっと安全性のカスタマイズをして、好きなだけ乗ってください。でもね、いおりさんはそんな箱庭じゃ満足しねえんだ。そうなんですよね。そういう箱庭用意されると出てっちゃって野良に行く人なんだよな。ダメなんですよ、指図されるとダメなのでね。そして匠の休みの過ごし方は拝島いおり作品の研究ということ、はい、すごいですね。だってスタッフさんのコメントで、匠の一問一答は全部こんな調子です涙の絵文字っていう。でもある種こう、はい、一問一答考えやすい、考えやすいかもしれないですねもう全部拝島寄りに絡めりゃいいやってなるから、うん、俺もなんか聞かれても答えやすいよね。どうしてると思います、匠って。まあ、寄りさんのこと考えてんじゃないですかねってしかもそれが間違ってないっていう。そう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 なんですよね。いやぶれないよね。いやでもこれもあの作品の研究だから、やっぱりちゃんとこのそうかそうかアートから、そうそう、こうどういう意図なんだろうって、それ多分技術的なことだけじゃなくて、こうそれこそまあ山梨のようにね、は行かないかもしれないけど、でもやっぱいおりさんがどういう思いだったんだろうとか、そういうで、あ、こういう表現をしたいからこういうことしてんだとか、こういう思いがあるからこういう作品がいいんじゃないかとかっていうのを、だってほらテーマとかはさ、一応さこっちに、そうですね、が担ってるわけだから、そうそう、だからなんかそこちゃんと今いおりさんが書きたいものとか、どういうものを好むのかっていうのを提供できるように真面目にやってると思うんだよね。やっぱグレーダーとしてはかなりね、能力が高 い、 いそうだよ、うんうん、でしかもなんかこう押し付けないからね。そうですね、指図しないから、うん、あなたが完璧なもの作るのを用意しますっていう男なだけだから毎回匠のプレゼンをされる。そうねいや、 やっぱりね、演じ手にも何か気持ちが乗るかもしれないから、ね、ちょっと亮太には負けらんないってライバル意識があるんですね、はい、ということで、パスカラ一問一答は公式サイトの各キャラクターページから見ることができますので、ぜひ他の質問もチェックしてみてください。はい、というわけでテレビアニメオーパスカラーズは毎週木曜24時より東京 MX BS11 にて放送中。配信は DMMTV にて見放題独占配信です。それではまた明日。